2点タイムリーツーベース、7対4、毎回得点1点じゃありません。ヤクルトは2点、ロッテは5点、またまた3点差、3点リードのマリーンズ、バッターは5番角中、高めに決めています。まあ、高低の投げ分けなんでしょうが、今は高めに来てしまったのか、低めに狙ったのが高めに来たのか、そのあたりは定かではありませんが、ただそれがあまりにもセンターの前に弾みます。ランナーは三塁ベースを蹴った、バックホームボールが返ってくる、本塁はセーフ、タイムリーヒット角中、昨日に続いてタイムリーで8点目、8対4、7安打で8得点。はい、小宮山さん、正直にストライクゾーンに来すぎてるような気がするんですよね。で、際どいところに投げようと思ってる球がもうすぐボールというジャッジをされるようなところに来てるので、もうストライクゾーンに来てる球を待つと、で変化球がギリギリまでジャッジしづらいということは、限りなくまっすぐに近いタイミングで待ってれば、はい、なんとか対応ができるという、そういうことになってると思うんですよね。なのでもう少し遅いボールを多く使った方がいいような気がするんですよ。ははいつもの石川の顔ではありません。高津コーチがマウンドに行きます。チェンジアップなのかシンカーなのか、抜けきれてない、抜けきれてないですね。左対左、苦にせず角中センター前へタイムリーヒット、クルーズ生還で8点目。2回まで8点奪ったロッテというのは5月はありませんでした。